マサキングさんの次に強いポーカー YouTuber のヨコタンと申します。マサキングさんっていうね、ポーカー YouTuber がいて、で、私に勝ったら10万円差し上げます。みたいな。どっちが勝ったかはその2本の動画を見て決めてもらえればいいんだけど、そういうなんか10万円くれますっていう、そんなのさ、ボーナスキャラじゃん。僕にしてみれば。だから、やりたいですって言ったら、受けて立ってくれてさ、 でも1対1で戦って、僕多分実質世界で一番強いのよ、ヘッズアップが。今までだってほとんど負けてないし、負けたのはたまたま百0さんとか石ノ瀬さんとかが、強運が強運を呼んで、プレイの質としては僕が勝ってたのに負けちゃったっていうパターンはたまーにあるけど、大体勝ってるんだけど、まあ、その動画とにかく見てほしいわ。僕は勝ち負けとか金とかそういう問題じゃなくて、まずはああやって手の込んだ編集の動画で自分のプレイを残せるっていうのが、 まず一番いいことだね。しかもね、おおむね好評でね、僕のプレイの意図をどこまで組んでるか、皆さんがね、理解してるかはわかんないけど、ヘッドアップのコツもちょっと細かく教えてやろうかな。実はみんなが気づいてないけど、すごい大事なことっていうのは、ハンドとかじゃないんだよね。まあ、でも言ってもわかんないからいいか。まあ、マサキングさんっていう、まあ、ポーカーの強さとかよりは、ポーカーももちろん強いよ。強い人なんだけど、強いから今まで数々のトッププロとか、 アングラプロとかをぶちのめして10万円を守り切ってる人なんだけど、僕はあんなに手の込んだ企画っていうかさ、コンテンツをなかなか作れないなっていうふうに思っちゃって、あれだって、まずさ、個人でやってんのにさ、まず手札をこう自分の手元のカメラっていうのも GoPro みたいなの新しいやつをまず2台、1対1で戦うから2台あるじゃん。それに加えて、それぞれの表情を撮るカメラが前に1台1台あるの。さらに、このボード。 ポーカーのカードが何が出たかを映すカ,カメラも1台だから全部で5台まずカメラがあってさ、で、そもそものちゃんと国内アミューズの都内でやってるポーカールームを押さえてお客さんがいない時間帯貸し切りにして、で、ディーラーさんも呼んで、それであれ取って、しかも負けたら10万円払わないといけないっていう相手に。いやー、これほんと素人の一気超えてるわ。で、編集も見てもらえればわかるんだけど、めちゃくちゃ凝ってんだよ、編集も。 全部自分のハンドが何があって、ボードに何が出て、カードが何が出て、どっちが今勝率何パーセントでとか、で、テロップももちろん入るしさ、あれは、やっぱ、まあすごいよな。すごいとしか言えないよ。そこにやっぱ乗りたいよ。10万円よりも何よりも、自分もただ行ってプレイすれば、その動画がきっちり仕上げてくれるっていうのは、まあ最高だよな、あれは。 そう。あとはね、やっぱね、今、ポーカー YouTuber ーーも、もうある程度、飽和状態入ったけど、抜きに出るやつは、ああいう人なんだよ。ちゃんと手の込んだコンテンツ、良質なコンテンツを、金と時間をかけて生み出せる人。だよっぽど余裕な時間があって、金もあって、で、ポーカーの、とか YouTube に対する思いが強い人が生き残るんで、で、そこに僕が、一ちょかみしておくっていうのは非常に大事なことだね。 なんか、いろいろ YouTube に対しての研究もすごい熱心だし、時間も割いてるし、だからちょっと見といてみな。ポーカールール知らなくてももしかしたら楽しめるんじゃないかぐらいに、しっかりと作られてるから。柴田ってポーカーやってんの今ね、だからポーカー流行ってきてんのよ。だから僕はい、いち早く飛び乗ってるから、こんぐらいのポジションで、ちょっと考えたのが、そのマサキングさんはさ、あの、アオリの V で、ポーカーで私に勝ったら、10万円差し上げますよ。みたいなさ、 かっこつけてやってんだけど、僕も同じやつやろうかなと思って。まあ、10万円はちょっときついから、まあ、5万円ぐらいかな。ポーカーで、私に負けたら、5万円いただきますよ。いや、あげるんじゃないよ。僕に負けたら、5万円いただきますよ。バウンティーハンターやろうかな。賞金稼ぎ。 つまり僕はわざわざ都内がどっかお前の用意した場所に行って弱小 YouTuber でも何でも行ってやるから。で、ただし僕と1対1で勝負してお前の動画に出てやるけど負けたら5万円くれよ。だって僕は今一番強いんだよ。YouTube、ポーカー YouTuber 界でみんな逃げてるよ。木原さんも逃げてるし、プロといって強い人たちみんな僕とやろうとしないのよ強すぎるから。だけど、やっぱり 勇気を持って立ち向かってきた奴は全員ぶちのめしてるじゃん。ガツンガツンバ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 ンって。そんな僕と一対一で戦える機会なんて本来はすごい舞台じゃないと不可能なのに、そのね、企画に乗って僕に負けたら5万円いただきます。つまり、勝てばノーギャラで僕は行くわけじゃん。これって結構いいんじゃないかな。まあ、期待値的には両方が全く同じ スキルだったとしたら2万5 0円。僕がどっか行くの2万5千円のギャラなんて当たり前だろ、そんなの。1時間か2時間拘束するわけだから。そしてこのコンテンツホルダーと戦えるっていう。これ、ポーカー YouTuber の弱小の皆さん、チャンスだぞ。あんだけのトップのプロを バッタバッタと投げを倒してきた僕が、もしかしたら0円で君と戦うかもしれないんだぞ。ただしちゃんと環境は用意して、あの僕が行ったらもう戦える状態にな、作っておいてもらって、しかも僕にとっても金も出さなくていいし、ただ自分のコンテンツにはならない。よそのところに行って、でもこれで実績がどんどんできるじゃん。僕はいろんなやつからバウンティーハンターで5万円5万円ってもらって、これいいアイディアだよな。それもこれも僕というね、 ヘッズアップの強さと、見せる主人公ポーカーっていうの僕が主人公なんだと、だから勝つんだ、ドラーってやるやつとか、あとは思考をちゃんと開示できる。本来はさ、ポーカーって黙ってやるもんだから、そこいらのアメーズだったら自分の思考とかあんま開示しないけど、ああいう場面、ちゃんとお膳立てされた、撮影されてる場所だったら、僕は自分の頭で考えてることを全部ちゃんと言うからさ。 なので、みんなチャンスだぞ。こうやって誰でも受けて立つっていう姿勢が僕は強いと思ってるの。大体いいね、ある程度自分がプロだとか、偉そうに言ってるやつだって、負けるとさ、恥ずかしいわけじゃん。隠したとかに負けると、なんか格好つかないからとか言って、だいたい逃げるわけ。でも僕はこうして、誰でも挑戦受けますよと。ただし、僕に負けたら5万円起こせよと。だから言ったらまず5万円を保証金として預かって、 で、そうじゃないと逃げるやついるじゃん。ひろゆきさんのあの裁判に負けてずっと逃げてるのと同じで、その払わなければこっちのもんだみたいな感じで、払わないで逃げるやついるでしょだからまずは最初5万円もらっといて、で、勝ったら分かった。これ保証金だから返す。我こそはという人はね、5万円用意して、ちゃんとしたね、ちゃんとしたでもなくても適当でもいいけど、撮影環境用意してね、ご連絡いただければ検討させていただきます。ちなみに、賭博じゃんとか言ってる人は理解が浅くて、 えー、賞金なのよ、結局は。参加費無料でいてて賞金もらえるっていうこと。逆に言うと、あっちが勝って5万円払って、こっちが勝って5万円もらうっていうお互いに同じリスクを取って金をかけてる場合は賭博になります。一方、片一方が賞金として用意してる分には賭博にならない。だってそもそもギャラじゃん、それ。わざわざ時間を作ってそこに行って、お前が勝てばノーギャラで,で行ってやるよっていうことなの。そういう考え方ですな。 だから、例えばマサキングさんのやつでも10万円差し上げますよって言ってて、僕が負けた時にマサキングさんに10万円相当の何かを払ったら賭博になっちゃう。僕ノーリスクじゃねえだろ。わざわざどこの馬の骨か知らんやつと戦うっていうのがあるんだから、わざわざ足を運んでね、僕の貴重なコンテンツホルダーの時間をね、捧げるんで。まあ、バウンティーハンターだから、賞金稼ぎ。これもだからプロポーカープレイヤーの活動の一つだよな。サコエラ中のね、ノラプレイヤーヤーをバッタバッタと投げ倒して、 金を稼いでそれをね恵まれない子供たちに裏でこっそりこうあげてんの飴とか買ってあげてほらこれでも食えよって世の中のポーカープレイヤーから巻き上げた金を実は裏でねそうやってまあやってるかどうかわかんないけど「ま